よ大沢ゆうりのゆうゆうわいろ土曜日版。TBS ラジオ久米博さんのラジオなんですけど、古谷由美アナウンサーの毎日がスペシャル BSTBS が終わりまして午後3時を過ぎました。皆さんこんにちは、大沢ゆりです。こんにちは、佐古道夫です。8月4日土曜日、7924回目迎えました。これから1週間お誕生日の方おめでとうございます。現在 32.7 度、赤坂、はい。この後も関東地方は晴れるでしょう。天気の崩れはなさそうです。明日も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。明日の最高気温はですね、今朝と今日と同じくらい35度ぐらいと、今日はね 34.1 度ということです。来週は台風13号によって天気が大きく左右されそうです。来週水曜日から木曜日に関東にも影響が出る恐れがあるため、今後の予報をご確認くださいね。あんまり暑いというかね、実は私珍しいものというか、あの日傘をもらった、男性用の日傘。そうか、今ね、だから差そうかどうか見たことないんですよ、男性が差してるの。ちょっと私も見たことないけど、ね、でも近頃は男の人も日傘差してるよ。でね、こう銀紙貼ってみたら、銀紙でそれ、あの熱が通らないような、そういうアルミっぽいのね、はい、だけどね、差してみたんだよ。あ、そう、お涼しいなるだけ。あ、そりゃそうです。でこの暑さだから、みんな羨ましがってんだ。まあ、はいはい、なかなか。そうでしょ、男の人だって帽子だけじゃなくて日傘さした方がいい。首がね、熱く、あの焼けちゃうから。焼けますよ、ヒリヒリする。結構涼しいから、日傘男子、なるから日傘男子ね、いいですね、ちょっと内股で歩いてもらそうじゃ、なんでだ、おかまさんじゃないか、何言うんや。ね、ということです。日傘男子さんでございますけどね、その芝居乗り換えてまいります。立川男子になっちゃうよ。多分ちょっと不穏当な発言がありました。びくっといたしましたけど、今日も4時50分までどうぞお付き合いいただきますように。毎日がスペシャル、 TBS ラジオ大沢優里のゆうゆうワイド土曜日版、ユーミン、竹内まりや、中島みゆき、真夏のリクエスト大特集。今日は皆さん一緒に歌いましょう。あ、このクソ、あ、クソ発言なんて言っちゃうけど、またちょっと汚い、本当の発言、本当の発言でございましたけどね、もうベラベラ喋るのやめよう。そうだね。車で、移動の方もいらっしゃるしね、うちで聞いてる方もいらっしゃるんで、真夏のリクエスト大特集。はい。たくさん皆さんがいただきましたけども、お名前ご紹介した方には、TBS のクオカードと、私と道夫長のサインをプレゼントいたしますけどもね。茨城県の筑西市のあずきちくんからです。私が聴いた曲は松任谷由実さんのルージュの伝言です。ジブリ映画の魔女の宅急便のテーマ曲ですね。ぜひこの番組でかけていただければよろしいです。お願いします。荒井由実さん、ルージュの伝言。 TBS ラジオ大沢優里のゆうゆうワイド土曜日版、毎週土曜日の午後3時から FM905 AM954ラジコでお楽しみください。ゆうゆう世の中あれこれニュース、この時間は東京インテリアほか各社の提供でお送りします。毎日がスペシャル、 TBS ラジオ大沢優里のゆうゆうワイド土曜日版、ユーミン、竹内まりや、中島みゆき、真夏のリクエスト大特集。今日は皆さん一緒に歌いましょう。世田谷区のラジオネーム I love you さん、守ってあげたいを初めて聞いたときびっくりするような、びっくりするような包まれ方、はい、優しいメロディに驚きまして今も大好きな曲、なんだかほっといたしますね、ということで松任谷由実さんで守ってあげたい。大沢優里のゆうゆうワイド、おはようございます、中島みゆきです。中島さん、お話面白いよ、はい、ね、群馬県伊勢崎市の群馬さん、初めて買った CD が中島みゆきさんの空と君の間にでした。小学生の頃足立由美さんが出ていたドラマの主題歌で欲しくなり、お小遣いで初めて買いました。この曲以来中島さんの曲が大好きでしたよね、はい、中島みゆきさん1994年です、空と君の間に。
ゆうゆう世の中あれこれニュース。この時間は東京インテリア他各社の提供でお送りしました。今日4時台に焼肉のセットのプレゼントもありますからね、はい、私も好きだけどね、うん、私焼肉もいいけど冷麺が好きなんだ、ね、締めで食べるね、うん、焼肉のが好き。TBS ラジオ大沢優里のゆうゆうワイド土曜日版、ユーミン、竹内まりや、中島みゆき、真夏のリクエスト大特集、この後もたっぷりお届けします。午後の招待席、この時間は田島屋ほか各社の提供でお送りいたします。大沢優里のゆうゆうワイド、おはようございます。中島みゆきです。どんどん曲をかけてまいりましょう。茅ヶ崎の浜田優子さん、中島みゆきさんの悪女は大人の世界を知ったとても大事な歌です。まだ中学生だった頃、この歌を聴いて悪女に憧れました結局なれなかったけれど、どういうんだろう悪女に憧れるいやーなってみたいね悪女に、ね、1981年昭和56年の、曲ですね。中島みゆきさんで悪女参ります。午後の招待席、この時間は田島屋ほか各社の提供でお送りいたしました。ごま麦茶ゆうゆう血圧川柳、この時間は130超えたら血圧高め、ごま麦茶の提供でお送りします。3時42分になりました。TBS ラジオ大沢ゆりのゆうゆうワード土曜日版、パートナーは坂道代です。この夏暑いんですけどね、はい、ご自身の健康を見つめ直す毎日、暑いからこそ大事にしましょうね。はい、健康のバロメーターの一つである血圧、皆さん気にしていますか？日本高血圧学会によると130超えたら血圧高めということです。今朝の私の血圧は121でございます。はい、130以下キープです。血圧測定は私の日課です。それしか仕事がないというもちろん今なんだね、ごま麦茶を飲んでおりますけども毎日の血圧測定は皆さんにも心からお勧めいたします。この時間はラジオをお聞きの皆さんから送っていただいた血圧にまつわる川柳、楽しくご紹介しておりますが、今日は月始めの回ですので、お手本の川柳をご紹介しましょう。ごま麦茶、夏もごくごく習慣に。ごま麦茶、夏もごくごく習慣に。はい、スポンサー喜んじゃうこれね本当だね、ごくごく飲みましょう。参りましょう。美味しいし、早速川柳2つご紹介します。1つ目は世田谷区の男性、55歳、打ち上げ花火さん。堂々と運動をサボれるこの暑さ堂々と運動をサボれるこの暑さ、肥満気味で高血圧なので、みんなそういう声かい日々のウォーキングを医者と妻から命じられておりますが何しろこの暑さ、堂々とサボれます、はい、妻などはお願いだから、むやみに出歩かないでと普段とは正反対のことを言っていますそうだね、心配ごっつぁんですその分ごま麦茶も飲んで家で筋トレなどをして健康増進と血圧を下げるよう頑張ります。そうよ、下手にもう外なんか運動しちゃダメそうだ、ね、もうじっとしてるのが一番よ。本当だよか、もう この暑さですからね、うん、じっとしてた方が本当間違いない。コアラみたいにぶら下がってりゃいいですよ、ね、はい、コアラもそれも疲れる。なんかユーカリの葉っぱが少なくてコアラ死んでるって話があった。本当にどっかでな、かわいそう、うんうん、もう一種参りましょう港区の男性、62歳、おしくらまんじゅうさん高血圧、孫は無邪気に言いふらす。高血圧、孫は無邪気に言いふらす。夏休みで孫たちが遊びに来ております。まだ小さい孫たちは私の日課である血圧測定に興味津々ピッと数値が出ると、わあ134、134と大きな声で読み上げてくれます。その数字を聞いた妻、じいちゃん今日も高いわねじいちゃん、あなた今日も高いわねと睨みます。そんな年じゃないやろ、60代あなた、まあ楽しそうなの嬉しいんですが、ちゃんと下げなきゃいかんですね。そうですね、じいちゃん134あなた62歳の神さんなんだよ、もうちょっと若いでしょ。年上、30年上だからあなた、お母さんじゃないのいい加減にしなさい今日ご紹介した打ち上げ、普通に読んだって面白くねえじゃないかよねえかよって失礼いたしました。口悪いわね。失礼いたしました、うん、じゃあアナウンサーに戻りました打ち上げ花火さんとおしくらまんじゅうさんには私も飲んでるサントリーごま麦茶1ケースを差し上げます。お便りありがとうございました。高橋克実です。
血圧が気になる皆さん、血圧対策忘れていませんか？ついつい忘れがちな血圧対策にはあれ、あれです。あれあれ、なんだっけ、あれ、ほら、あれですね。あー、もうここまで出てるのに、血圧の数値があれを超えたらあれする、あれ、なんだっけな、あれ、そもそも何の話でしたっけ？それも忘れちゃったよ。忘れちゃいけない血圧対策、130超えたら血圧高め、そんな方には、あ、サントリー特保ごま麦茶。忘れずに飲んでください。このコーナーでは皆さんから血圧にまつわる川柳を募集しております。必ず読んだ川柳の解説や読んだ理由も具体的に添えてください。番組でご紹介した方には私も飲んでいるサントリーごま麦茶を毎日続けるように1ケース差し上げます。続けることが大切です。そうですね、1週間2週間には結果が出てきません、はい、長くやることが大事ですよ。そうですね。お便りの宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ UU ワイド UU 血圧川柳の係までお送りくださいね。メールは UU ワイド @tbs.co.jp までどうぞ。このコーナーの感想やごま麦茶を飲んだ感想もお待ちしております。なおご紹介した川柳はサントリーのホームページにも掲載させていただく場合がございます。ご了承ください。サントリーごま麦茶の悠々血圧川柳のページもぜひご覧になってくださいね。私ごま麦茶発売ぐらいからずっと何年飲んでるかしら ね、うん、そうですね。ごま麦茶悠々血圧川柳、この時間は130超えたら血圧高め、ごま麦茶の提供でお送りいたしました。 TBS ラジオ大沢優里の UU ワイド土曜日版、ユーミン竹内まりや中島みゆき真夏のリクエスト大特集、この後4時からもたっぷりお届けします。真夏のリクエスト大特集、これは伊勢崎市の広沢博さん、深沢博さんか、中島みゆきさんの墓場をお願いします。ドラマ安らぎの里の主題歌です。私も高齢者の入り口に立ちました。名優たちの老後の生活や人間関係などを描いたものです。こんな老人ホームがあったらなと思いますね。ということで中島みゆきさん平成29年墓場です。 TBS ラジオ大沢優里の UU ワイド土曜日版、ユーミン竹内まりや中島みゆき真夏のリクエスト大特集、まだまだヒット曲が登場します。どうぞ4時50分まで放送しますけどお付き合いください。パートナーは佐古道夫です。4時を過ぎまして今度は心にしみる悲しい別れ、優しい触れ合い、新しい出会いを綴る女のリポート。この時間は介護の未来を損保が変える損保ケアの提供でお送りします。今日は稲城市にお住まいの76歳 KS さんのお手紙です。我が家のお隣は1年前から空き家になっています。年配のご夫婦が住んでいました。お子さんはいません。5年前ご主人が亡くなりました。一人になった奥さんは年々体力が衰え、1年前家の中で転倒して骨折、一人暮らしはもう無理と判断して施設に入居しました。以来空き家のままです。奥さんは家を処分するつもりはありません。お父さんが一生懸命働いて建ててくれたんですからとおっしゃいます。お隣のよしみで私が鍵を預かって月に1回掃除をしています。施設には時々面会に行きます。奥さんは家のことは案じていらっしゃいます。誰もいなくなって家も寂しいでしょうね。気心の知れた方に借りていただくのが一番なんですが、町内会の会長さんは面倒見のいい方です。その会長さんに奥さんの気持ちを伝えると、あの家は作りがしっかりしているし空き家にしておくのはもったいないと思ってたんです、そう言って素晴らしいアイデアを出してくれました。高齢者を対象にした健康体操がブームです。会場が足りない状況だそうです。お隣のリビングは20畳近くもあってしっかりしたフローリングです。会長さんはにっこりしておっしゃいました。体操もできるでしょうし、メンバーも顔見知りの方が多くなるはずです。
奥さんも納得するんじゃないでしょうか。早速報告に行くと、願ってもない話ですと喜んでくれました。こうしてお隣の空き家は市が借り上げる形で健康体操の教室になったのでした。和気あいあいとした楽しい集まりになりました。体操で汗を流した後は持ち寄ったお菓子を食べながらおしゃべりです。トランプで遊ぶこともあります。そうして最後はみんなでお掃除をします。奥さんが心配しないようにきれいにしてあげなくちゃ。住む人のいなかった家が活気を取り戻しました。新しい命が吹き込まれたようでした。先週施設に行きました。スマホで撮影した健康体操の動画を奥さんに見てもらいました。口元が緩んで笑顔が広がりました。楽しそうですね。私も仲間に入れてもらいたくなりました。この体操をしていれば家の中で骨折することもなかったかもしれませんね。奥さんがふっと遠い眼差しになりました。そうして柔らかな笑みを浮かべて繰り返すのでした。きっとお父さんも喜んでいると思います。家も喜んでいると思います。本当に本当にありがとうございます。稲城市にお住まい76歳 KS さんのお手紙でした。皆さんもお便りお寄せください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ大沢優里の悠々ワイド土曜日版の係まで。ご紹介させていただいた方には5000円を差し上げます。なお皆様からのお便りは放送にあたり構成をさせていただく場合がございます。またお便りはお返しできませんのでご了承ください。世界に誇れる豊かな長寿国日本の実現に貢献したい、そんな思いで損保ケアグループの介護事業が一つになりました。一口に介護といっても人は十人十色、お一人お一人の健康状態やご家族のご希望、お住まいの地域とのつながりと、それぞれのご事情を持っていらっしゃるもの。そこで損保ケアはより安心して介護サポートを受けていただくために、在宅介護から施設へのご入居までフルラインナップのサービスでお答えする介護の総合ブランドへと進化しました。今そしてこれから先だけのことまで、ぜひ損保ケアにご相談ください。お問い合わせは0120-371865、みないいは老後まで。あなたの街であなたを一番よく知る介護のプロになりたい、損保ケア。女のリポート、この時間は介護の未来を損保が変える損保ケアの提供でお送りいたしました。TBS ラジオ大沢優里の悠々ワイド土曜日版、ユーミン、竹内まりや、中島みゆき、真夏のリクエスト大特集、この後もたっぷりお届けします。船橋市のラジオネームアリアさん、松戸由美さんの春よ来いをリクエストします。中学の時に合唱祭で歌い、学年で1位を取った思い出のある曲です。愛し面影の人長芸、あふるる涙のつぼみから一つ一つ香り始めるという部分が好きで、当時は意味を調べるくらい大好きな曲でした、ということです。はい、本当、必ず春菜と書けるもんね。この曲聴きたくなりますね。ね、いいね。平成6年の曲、松戸谷由美さん、春よ来い。ゆりさん、さこさん、ゆうゆうワイドお聞きの皆さん、こんにちは。TBS アナウンサー、笹川ゆりです。明日朝6時からのプレシャスサンデーもぜひ聴いてください。明日のプレシャスサンデーは、納涼音楽リクエストスペシャル。青い海原、皆さんに耳から涼んでいただきます。聴けば涼しくなるようなリクエスト曲お待ちしています。アドレスは ps@tbs.co.jp、 抽選でアメリカ生まれ沖縄育ちブルーシールアイスクリームの詰め合わせをプレゼント。プレシャスサンデーは日曜日朝6時からです。ぜひ聴いてください。ゆりさん、早起きしてください。毎週聞いてますよ、私は。4時12分になりました。今度は有利のグッドグッドミュージック。この時間は名水の里、日光おかき工房、毎日新聞社ほか各社の提供でお送りします。
try to tell us we're too young, too young. 心は晴れたり曇ったり、ほらこの曲で微笑んだ、そうあの歌で涙した。土曜日の夕方、あなたを大好きな音楽でいっぱいにするユーリのグッドグッドミュージック。 TBS ラジオ大沢ユーリのユーユアド土曜日版をお送りしております、ユーリのグッドグッドミュージック。このコーナーも真夏のリクエスト大特集をお届けしますね、はい、このコーナー最初はこの方でございますよ。大沢ユーリのユーユーワイド、おはようございます。中島みゆきです。市川市の暴走ビワゼリーさん、若い頃からみゆきさんの大ファンです。詩の世界観がとても素晴らしいからです。特にこの歌は辛く悲しいはずの失恋後の気持ちをあっけらかんと歌い上げているという名曲だと私は思います。中島みゆきさん昭和52年の曲です、別れ歌。中島みゆきさん別れ歌でした。増戸由美さんのあの日に帰りたい、荒由美さんのあの日に帰りたい、はい、これは入間市のラジオネーム福寿草さん。青春時代に戻って懐かしい人に会いたいです。私の青春時代は夏休み通信教育で大学に通っておりましたね。昭和50年1975年の歌です。荒井由美さんであの日に帰りたい。荒井由美さんであの日に帰りたいでした。伊勢崎市のサンバで郷さん、竹内まりやさん、駅。この曲を聴くと青春時代のほろ苦い思い出が蘇ってきます。曲の最後に流れるサックスの音色がたまらなく切なくて胸がジンとなります。長い曲ですがエンディングまで聴かせていただけると嬉しいです、はい、お任せください。むせてるよ。昭和62年、最近席を置くなって。昭和62年、竹内まりやさん、駅です。さあこの後焼肉のプレゼントありますからね、はい、ユリのグッドグッドミュージック。この時間は名水の里日光おかき工房、毎日新聞社ほか各社の提供でお送りいたしました。 TBS ラジオ大沢ゆりのゆうゆうワイド土曜日版、ユーミン、竹内まりや、中島みゆき、真夏のリクエスト大特集。まだまだヒット曲が登場します。ん、はい、あの焼肉のプレゼントがありますので、はい、ありますのでね、はい、はい、今週のゆうゆうワードは大人気の厳選グルメ焼肉セットをプレゼントいたしますね。カルビとハラミ2つの選び抜かれたこだわりの人気の牛肉をドドンと合計2キロプレゼントいたしますからね、はい、この夏あのご家族やお友達でバーベキューや焼肉パーティーをお楽しみくださいね。で今日はゆうゆうワイドおっきの皆さん10名様にこのカルビとハラミの焼肉2キロセットをプレゼントいたします。ご希望の方はハガキにおところお名前お年と電話番号をお書きになって、郵便番号 107-8066 TBS ラジオゆうゆうワイド焼肉プレゼント係、ゆうゆうワイドの焼肉プレゼント係までどうぞ、来週の金曜日10日の到着まで有効ですね。当選された方は来週のこの時間に発表いたします。ご応募お待ちしております。大沢ゆりのゆうゆうワイド。4時半になりました。続いてはブックレビューウィークリー、この時間は講談社の提供でお送りします。毎週講談社の新刊本ご紹介しておりますが、今日はこちらです。古くから世界中で行われている健康法を自宅で気軽に試せる一冊、現在発売中の凝り疲れメタボをギュッと吸い出す解毒玉麺ゲルマニウムチップ入りという本でございますね、はい、皆様吸い玉やカッピングという健康法を耳にしたことがあるでしょうか。これはガラスなどでできたカップを肌に吸着させてカップの中を真空状態にして肌を吸い込ませるという民間療法です。皮膚をカップの中に吸い込ませることで血行改善や老廃物の排出を促す効果が期待されているとも言われているカッピングは、インドや中国、さらにヨーロッパなど世界中で古くから伝わっているとされていまして、最近ではハリウッドセレブや世界で活躍するスポーツ選手なども注目しているとも伝えられております。
通常このカッピングを受けるには専門の鍼灸院やサロンなどに出向く必要があるんですが、今日はお家でも出先でも手軽に簡単に、しかも自分でカッピングを行える一冊、コリ、疲れ、メタボをギュッと吸い出す解毒玉麺、ゲルマニウムチップ入りをご紹介しますね。こちらはカッピングの歴史や説明、効能などが詳しく書いてある冊子に、カッピングをご自宅で手軽にできるよう開発されたシリコン製のカップ、その名も解毒玉が2つ付いたセットです。で、カップはボールを2つに割ったようなドーム型で、直径は5センチほど、柔らかいシリコン製です。そのカップを一度裏返しして、体の気になるところに当てたまま、もう一度くるっと元の状態に戻すと、周りの皮膚がカップの中に吸い込まれます。一箇所につき1分から3分、力を加える必要もなくカップを貼り付けます。もちろん個人差はありますが、本の説明によりますと、血行が促進され、肩や首、背中のこり、腰痛、足の疲れ、冷え性、肥満などの悩みや、薄毛や精力減退など、男性のお悩みにも効果が期待されることがあるそうです。本にはカップを使う際の注意点や、上手に使うコツ、ぜひ気をつけていただきたい点、気になることなども詳しく書いてありますので、参考にしてください。これシリコン製のカップが2つついてますか。ついておりますのでね、ちゃんと。はい。ねえ。いろんなことできるんですね。肩や首、背中のこり、腰痛、足の疲れ、冷え性、肥満など、はい、薄毛や精力減退など、はい、ということですか。いろんな効能がある。どういうことかね、試してみると面白いかもしれませんね。こり、疲れ、メタボをギュッと吸い出す、解毒玉麺ゲルマニウムチップ入り、定価1490円で発売中でございます。ブックレビューウィークリー、この時間は講談社の提供でお送りいたしました。いよいよ伝言版、この時間は外装専科法科各社の提供でお送りいたします。毎日がスペシャル、 TBS ラジオ大沢優里のいよいよワイド土曜日版、ユーミン、竹内まりや、中島みゆき、真夏のリクエスト大特集、今日は皆さん一緒に歌いましょう。このコーナーもおかけしますね。埼玉県の杉戸町のラジオネーム小矢さん、僭越ながら初めて投稿させていただきます。どんどんね、僭越関係ないですから、遠慮しないで、坂道に対するねご意見、はい、苦情、悪口、お叱り、何でも結構です。なんでやねん、おさゆりにやろ。早速ですが、増田由美さんの優しさに包まれたなら、優しさに包まれたなら、初めて由美を知ったのは小学2年の時、ジブリ映画魔女の宅急便で初めて知りました。爽やかで覚えやすく、映画の名シーンと重なってスーッと気持ちが穏やかになったのをよく覚えておりますね。今でも気持ちが、いい時に口ずさむことしばしばありますということですね。はい、それでは荒井由実さん、昭和49年です。優しさに包まれたなら、荒井由実さんで優しさに包まれたならでした。中島みゆきさんの地上の星をリクエスト、豊島区のミントガムさん、大震災の時、この歌の歌詞に心が締め付けられる思いがしたのを思い出します。皆どこへ行った、見送られることもなく、本当に多くの方々が一瞬のうちに命を亡くされて、ご冥福をお祈りさせていただきますね。平成12年、中島みゆきさん、地上の星。来週は、秋山千恵子さんのかわいそうな像をまた皆さんに聞いていただきま す,、はい、 そ, すね、そして西川きよしさん、ちょっと延期になっておりましたが、ゲスト西川きよしさんのお話も聞いていただきま す,、はい、す、来週もどうぞお気になってください。この後も関東地方は晴れるでしょう。天気の崩れはなさそうです。明日も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨になるところがあるようです。平野部では夕方前からにわか雨の可能性があります。来週は台風13号によって天気が大きく左右されそうです。来週水曜日から木曜日に関東にも影響が出る恐れがあるため、今後の予報をご確認ください。東京、今日の最高気温 34.1 度でしたね、はい、明日も35度前後ということでございますよ。厳しい、TBS ラジオ、この後は、4時50分からですね、渡辺豪の週末をハートカルテ、7時からは宮川雅乃のデートの時間で、そう、10時からは工藤大輝さんのトークアバウトをお送りします。引き続き TBS ラジオでお楽しみください。今日はなんか悠々何度も川柳できそうだね。あ、そうですか、はい、はいはい、回る寿司、取りたい時に追いつけず。
回る寿司取りたいときに追いつける。ちょっと鈍すぎんじゃない。そう、最近はあの新幹線で運んできてくれるから、あそう、バーって目の前バッと来た、うん、でボタン押すとまた戻っていってくれますから、ね、本当に、楽なもんですよ、うん、詳しいわね、詳しいんですよ私ね、結構行くんでなんですよです、はい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 、朝食の話題はその日の晩ご飯そうなの、母さん母さん何夜何食べるかね、母さん、あんた今朝食べてんじゃないのよ、そうよ、もうそうなってきた、うちも同じや朝食の話題はその日の晩ご飯っていうこと、何食べたいか ね3時からお届けしてまいりました。8月4日土曜日、7924回目のゆいワード土曜日版、そろそろお開きですね。スタッフ紹介、制作三条武史、吉沢亮太、吉井哲馬、小林智美、蓮谷典子、加山千恵子、中村俊一、大江玉子と中野隆也、ギリス探偵横川宏人、警視庁交通管制センター薄井宏子、ニュースデスク近藤義則、気象報士は長谷部愛という、はい、そうそうたる火星グループってね、今火星近づいて見えるんだね、うん、赤いんだねあれね、ちょっとね、赤っぽい感じだよね、ほら、はい、日本経済新聞読んでたらね、はい、あの赤いのは酸化鉄だって、酸化鉄、鉄がね錆びてんだ、錆びてんの嫌な星だね、そうだから火星の周り全部、ね、鉄の錆びでできてるんだ、そうなの、あれが赤く映るんだって、ちょっと触ると鉄分取れそうだね鉄分と、そうですよ、女性の方特に取ってくださいよ、そうしましょう、ね、バカ言ってんじゃバカ言ってんじゃないよ土曜日のパートナーは坂道雄と大沢ゆりでした。明日ね、はい、大変ですね、まだ続きますよね、来週また土曜日3時にお会いします、ではごきげんよう。